どうも中島です。今日の動画はブログで稼ぐための引き算思考というテーマでお話をしていきます。僕のところには毎日たくさんのブログ相談が届きます。最近は楽してブログで稼ごうとする人が減っている印象があります。逆に頑張ってるのにブログで稼げていない人が増えている印象があります。頑張っても稼げない原因は足し算思考にあります。 ほとんどの人は足し算しかできないから結果が出ません。ブログで結果を出したいなら足し算より引き算が重要です。今日はブログで稼ぐための引き算思考を解説します。頑張れば頑張るほど成功から遠ざかっている人も多いから注意してください。では早速解説していきます。ウェブ業業業界界界にに転職したい安倍がでで働くく中地にブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV です失敗する人は足し算しかしません。扱うジャンルを増やす。 記事数をを増増ややす、す。文章量を増やすその結果どうなるのか。内容が薄くなってブログの価値が低下します。やっていることは資本がある大企業の戦略です。お金をかけて大型店を作って数千万円規模の大きな売り上げを目指す時のやり方です。数百万円、数千万円の予算をかけられる人材豊富な企業じゃないとできないやり方です。それをお金がない個人がやれば失敗するのは当然です。ほとんどの人はこれをやってしまっています。 結果が出なければどんどん足し算をして数を増やしていきます。個人がブログで稼ぐためにやらなければいけないこと。それは街のニッチな専門店になることです。足し算思考では失敗する。戦略を考える上で重要なことはリソースと目標です。リソースは知識、技術、経験、人材、お金などのことです。目標はどのくらいの金額を稼ぎたいかです。 仮にリソースがほぼない人が月に5万円を稼ぎたい場合、絶対に目指すべきはニッチな専門ブログです。その状態で大型店のようなブログを作ると失敗します。理由はリソース、目標、戦略がバラバラだからです。すべてが噛み合って初めて結果が出ます。目標から逆算して自分の持つリソースと戦略に無理がないかを考えてください。失敗する人はブログで扱うジャンルが幅広いです。 特に雑記ブログをやっている人は9割以上が失敗します。英語子育て、副業ペット、全部を扱うブログをやったらダメです。結果を出したいならジャンルを絞ってください。ジャンルを絞るメリットは次の3つです。専門性が高くなる、読者満足度が上がる、SEO に強くなる。ジャンルを絞ることはメリットしかありません。しかし、ほとんどの人がジャンルを広げたがります。 失敗する原因は取り組むジャンルが悪いことだと考えてさらに他のジャンルに手を出します。そうなると最悪です。ブログの専門性がなくなり読者満足度が下がり SEO でも上がらなくなります。結果が出ないのは当然です。ジャンルは一つに絞る方が絶対に結果は出やすくなります。ジャンルを増やしてもいいことない。失敗の原因を作業量だと決めつけている人が多いです。そういう人はひたすら記事数を増やそうとします。 実はこれは成功とは真逆の行動です。ブログでは記事数を減らすほど成功しやすくなります。記事数を減らすメリットは次の3つです。記事の質が上がる、メンテナンスしやすくなる、SEO に強くなる。今のブログ運営では記事数を最小限に抑えることが重要です。初心者がきちんと管理できる記事数は50記事程度が限界のはずです。100記事以上はまず管理できません。自分のブログ内の全記事をきちんと管理できていますか どんな記事がどのくらいの数あって各記事の内部リンクがどうなっているか。さらに記事では定期的なメンテナンスが必要です。今のブログ運営ではここを把握しておく必要があります。だから初心者はジャンルを絞らなければいけません。ジャンルが増えれば必然的に記事数も多くなるからです。管理しやすいよう記事数は最小限記事数を増やし続ける人は記事ごとの管理が全くできていません。 自分が過去に書いた記事も完全に放置。断言してもいいんですが、それでは絶対に SEO で上がりません。何千記事加工が上がりません。むしろ SEO ではマイナスになっている可能性もあります。SEO でプラスになるのは高品質な記事だけです。低品質な記事は SEO ではマイナスになります。作業量をこなすことは重要です。しかし作業量イコール記事数ではありません。毎日更新も絶対にやめましょう。 高品質な記事を毎日書ける人もいません。稼げない人が毎日書ける記事は読まなくても低品質です。何もわからないからと作業量に逃げているうちは絶対に結果が出ません。高品質な記事だけを残して残りは全て削除してもいいです。もったいないと思うかもしれないんですが、その方が早く結果が出ることが多いです。低品質な記事は逆にマイナスになる。 まとめ記事を起点にした記事群をブログ内に作ることをお勧めしています。1記事で読者の悩みを解決せず記事群で解決するイメージです。ブログ内の記事を管理しないと記事群を作れません。記事同士が内部リンクで密につながっているブログを目指してください。1記事で読者の悩みを解決するのは難しいです。文字数が増えて読者が必要な情報にたどり着きにくくなります。記事はなるべく簡潔に書いて内部リンクを上手に使うことがポイントです。 まとめ記事と記事群の考え方は別の動画で詳しく解説しています。失敗する人は情報量がほとんどない長文記事を書きます。自分が書いた記事を冷静に読み返してください。一文一文の書いた理由を答えられますか書いた理由を答えられない文があるなら消す方がいいです。意味のない文章が増えれば増えるほど読者満足度は下がります。500文字くらい書いているけど一文でまとまる説明も多いです。 結局言いたいことは何なのを常に自問自答してください。意味のない文章は削除する。一記事あたりの文字数を気にしたことがありますか気にしたことがある人は結果が出ていない可能性が高いです。一記事あたりの目安文字数は存在しません。何文字の記事を書いてもいいです。読者の検索意図を満たす記事を書くことが重要です。 自分が500文字で読者の検索意図を満たせると思うならそれでオッケーです。自分がそれでいいと思えば本来はそれ以上書きようがありません。本当に重要なことは仮説検証です。記事を書く。検索順位をチェックする。記事を修正する。この繰り返しが重要です。記事を書くのは上位表示が目的です。500文字で上位表示されればそれでいいです。やってみないと上位表示されるかはわかりません。 この仮説検証ができるかで成功は決まります。3000文字以上が目安と聞いたから毎回3000文字以上を書いている。そういう人は例外なく失敗します。3000文字以上を正解だと思って仮説検証しないからです。それなら目安なんて最初から知らない方がいいです。仮説検証の先に自分の正解がある。今日はブログで稼ぐための引き算思考を解説しました。 失敗する人は例外なく足し算しかしません。扱うジャンルを増やす、記事数を増やす、文章量を増やす。その結果どうなるか。内容が薄くなってブログの価値が低下します。やっていることは資本がある大企業の戦略です。自分のリソース、目標、戦略がバラバラになっています。個人ブログは街のニッチな専門店を目指すべきです。目標から逆算して自分の持つリソースと戦略に無理がないかを考えてください。 引き算思考一つ目がジャンルを絞ることです。失敗する人はブログで扱うジャンルが幅広いです。ジャンルを絞るメリットは次の3つです。専門性が高くなる、読者満足度が上がる、SEO に強くなる。しかしほとんどの人はジャンルを広げたがります。ジャンルは1つに絞る方が絶対にいいです。引き算思考二つ目が記事数を減らすことです。実はブログでは記事数を減らすほど成功しやすいです。記事数を減らすメリットは次の3つです。 記事の質が上がる、メンテナンスしやすくなる、SEO に強くなる。今のブログ運営では記事数を最小限に抑えることが重要です。SEO でプラスになるのは高品質な記事だけです。低品質な記事は SEO でマイナスになります。作業量もこなすことは重要です。しかし作業量イコール記事数ではないから注意してください。まとめ記事を起点にした記事群をブログ内に作ることをお勧めしています。一記事で読者の悩みを解決せず記事群で読者の悩みを解決するイメージです。 まとめ記事と記事群の考え方は別の動画で詳しく解説しています。引き算思考3つ目が文章量を減らすことです。自分が書いた記事を冷静に読み返してください。1文1文の書いた理由を答えられますか書いた理由を答えられない文があれば消す方がいいです。1記事あたりの文字数は考えなくていいです。本当に重要なことは仮説検証です。記事を書く、検索順位をチェックする、記事を修正する。この繰り返しが重要です。 今までのブログ運営で足し算しか考えていない人が多いはずです。頑張っているのにブログで稼げない人は引き算思考を意識してください。では今日の解説は以上です。今日のアベメモです。ブログで稼ぐには引き算思考が重要。ジャンルを絞って専門性を高める。管理しやすいよう記事数は再表現意味のない文章は削除する。引き算思考で戦略を立ててブログ運営しよう。 最後までご視聴いただきありがとうございました今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいですこの動画に関する質問はコメント欄で受け付いていますお気軽にコメントをしてくださいコメントは参考になったのような一言でもすごく嬉しいですお気軽にコメントをしてくださいこのチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信していますよければチャンネル登録してくださいではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました